今日は土用の丑の日です。うなぎの卸価格は稚魚の不漁で高騰していますが、去年より値下げする専門店も出ています。こちらでは職人さんが2人がかりでうなぎをかば焼きにしています。とっても香ばしくていい香りです。うなぎの卸価格はこの4年2倍近くにまで高騰しています。東京都内の老舗では去年値上げで客離れが進んだため、今年は2年前の価格に戻しました。安くしててお客さんの数をたくさん取ろうと薄利多売で、できたらなと思ってます。